調子はもう万全です。おかげさまで。いやもう感覚は良かったです。もうこのままどんどん肩も作ってやっていければなとは思いますね。去年ちょっと調整に失敗してしまったんで、今年は徐々に上げていって、もうシーズン1年間投げ切れるように体を作っていきたいと思ってます。こだわりというか、まあ、自分もずっと今まで先発しかやってなかったんで、まあ先発をしたいっていう気持ちはありますけど、まあ、任せられた仕事はしっかりしたいと思ってます。西さんか、まあ近場で言えば山田、山田には負けたくないですね、同級生なんで。西さんはライバルっていうよりも、いや目標です。もう野球に対する考え方だったり、もう素晴らしいピッチャーだと思うんで、1年間1軍で投げ切りたいと思います。勝ちまみれできます、はい、投げさせていただければ勝ちまくりたいと思います。勝ちまみれでいきます。